皆さんこんばんは、ゴルフ夫婦のゆかです。ゴルフ夫婦のゆうたです。はい、ということで今回は岡山金寮カントリークラブさんにお邪魔しております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか聞こえましたね同伴者がいますね。はい、今回は2人ラウンドではなく、はい、ゲストの方をお呼びしております。なんとはるばるですね、ご足労いただきまして本当に感謝ですね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ早速呼んでみますか。はい、はい、ではどうぞ。ではどうぞ。お願いします。はい、あ、すいません、はい、よろしくお願いします。お願いします。マイゴルフさんです。マイゴルフのお楽しみです。あおあお、ボンちゃんです。はい、はい、ありがとうございます。で、前半、1本目ですね、はい、マイゴルフさんの方で2ホールですか、流れていると思います。で、まあ、こちらからゴルフ夫婦のチャンネルで流させていただきたいと思います。はい、18ホールあるんですけれども、2ホール、2ホール、3ホール、はい、まあ、マイゴルフさん、ゴルフ夫婦、マイゴルフさん、ゴルフ夫婦という順で流させていただきたいと思いますので、ぜひ、まだ1話目も見られてない方は、そちらを見ていただいて、チャンネル登録もしていただいて、こちらに来ていただきたいなと思います。何か、今日は。どうしたん、今日喋りめちゃくちゃ下手くそいよ。めっちゃ下手くそ。いろんな人ありますよね。自分の中では絶好調だと思うんだけど。なるほど。それ大事ですね。はい。下手くそ。ちょっとゆかちゃんじゃあ行ってみる？え？いきなり怖いわ。いやでも僕たち前回負けたんで、あ、そうですね。もう鬼退治気分で来ました。鬼嫁の。鬼嫁と桃太郎と。そうですね。なので今回はあの勝たせてもらいます。肘と猿が、肘と猿で、はい、はい、一応ハンデを2で、はい、あ、3ですね。3でいただいておりますので、はい、3ついただいてますので、はい、今いい戦いになってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。お願いします。ではショートホールから行ってみましょうか。はい、お願いします。お願いします。めちゃくちゃいや、そんな日もありますよね。今日、いや、本当に調子いいと思った。噛みまくる日、僕もあります。本当ですか？やっぱりありますよ。僕はもう噛むことしかないんで、本当に。調子悪い時めっちゃある。あ、そうして、140って。でもそのまま行っちゃうから、僕ら。140! そのままの方がいいと思う。うん、そのままの方が面白い。人間味があって。ありがとうございます。本当に。140ジャストです。はい、ありがとうございます。私、さっき打ちました。うん。140か。じゃあ私、7番アイアンで行きます。うまっ。ああ、やばい。ちょっと左か。うまいねー。抜群。大きい。あ、ちょっと。あれ？ん？トバチア。アドレナリンが出てる。この3、4ヶ月で飛距離伸ばしてきたか。やる気なくなってんねんから。やる気ない方が良かったりしますけど、ね。確かに、大砲が飛んだりする。じゃあ僕、ピッチング大砲が飛んだりする。ピッチング。うわ、トバチア。それほどでも。お手紙拾ってくれた。うまい。うわ、これめっちゃうまいやん。大きいんじゃない？やばい。わー、わーお。調子悪。言うよねー。言うよねー。ボンさんの真似。一回これやってみたかったんです。入らんかったら調子悪い。僕は9で。はい。飛ばしやすね。P で、あんな軽くって。アイアンが飛ぶんですよね、僕なんか。さすが PXG。うんまっ。9。圧巻1メーター横や。調子悪い。調子悪い。ええ。どんまい。練習してんのに全然成果で。あれはどんまいやわ。下手すぎる。気の毒やけど、僕9でいきます。うまー。あー、右行った。そう、うん、ナイスです。あ、ありがとう。すいません、ありがとうございます。とんでもないです。そう、ピッチングで140って、ちょっと、結構飛ばしが、あ、やっぱプロでもってよ。はい。なんか僕、アイアンの距離が結構飛ぶ方で、さすが PXG さんじゃないですか。うん。
で、ドライバーはそこまで止まらないんですよ。レタスとか飛んでたんですけどね。レタスも飛びすぎてね。ああ、突き抜けてたんで。だいぶ右行っただけなんですけど。ああ、そうなんですか。はい。いや、でも、飛んでましたね。名前日によりますね。ああ。前はもう本当にドライバーでも200ヤードぐらいしか飛んでなかったんで。まあまあ。ちょっと擦る日ですよね。あ、ですです。だから、ボンさんの今日メンバーシップで動画、マイゴルフさんのメンバーシップで流れるとは思うんですけど、はい、あの、朝一練習で捕まる方法、はい、僕結構右にペラ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 行ってって、はいはい、で、まあ、引き方であったり、こう狙い方であったり、はいはい、これが多分今今日、ああ合致してるの。あ、嘘言うたんやけど。会う人もおんねん。話しちゃうわけやな。潰しといてって言った。そうそう。だから、あ、ここやと思って、嘘をしてる。理論って合ってないよ。もう、マイゴルさんのスパシップはもう解約した方がいいです。ほぼほぼ嘘なんで。ダメ。ダメ。ダメ。大体嘘。全然良くないなぁ。これは相手入れてくるから絶対入れなあかんね。相手は10メーター以内入れてくるから。ワンチャンボールでいこう。いいとこやな、ゆうたさん。いいとこですね。でもピッチングでそんな振ってる感じなかったっすよね。うん、ポーンって感じやったっす。下手したら150いったりの時あるんですよ。えぐいやん。でも球が低いんかな、僕。いやでも今のとかそんな悪ないですけど、ね。そうでもないですか。はい。ただまあ、アイアンの性能がやっぱ高いんじゃないでしょうか。PXG。PXG。誰が使っても簡単なクラブっていうコンセプトですもんね。ですね。ピン大丈夫かな。めちゃくちゃ静かやった。どう声かけていいか。静かに終わっていった。一人のバーディーパット。思ったより遠かった。距離感ちょっと合ってない。うん、合ってないね。残り下りとか間違える人おるけど、残り距離間違えるから、ね。思ったより遠かったな。全然わからんかったな、今。ちょっと薄めで、強めでいこうか。あんま曲がらんか。一個ないね。うん。なんか思ったよりね。一個行っても立ち合わせたい人。中間地点まで打っていく。ナイス！ナイス！ナイスー！カボ。マジでした。マジかー。ナイスバディです。ありがとうございます。まあまあさ、これは入るでしょ。これは入るわ、もうやめよ。なんでええやん。ゆうたくん頼むで。オッケー。大体入るから。入る。外れて。よくないね、相手チャンネルで、それは。ほんまに。相手チャンネルでそれはよくない。よくない。曲がらんかった。下品やと思われた。あのタッチでいったら。嫌われる。カップ。ボール一個ある。ノータッチやからさらに入れられるから。二人多分編集の時にこれを知るから。いや、いいとこ見てる。ああみんな強気やわ。素晴らしい。すいません。あんま綺麗にかったしょ。ナイストライです。ナイストライ。オッケー。横に。うん。いい、えい。これは辛いな。ナイス。ありがとうございます。あれ入れるか。でもどっちも決まってる。あれは入れるでしょ。あれは入れるでしょ。だってもうバーディー入れてたもん。両方外れた時点で。いや、ストローク。あ、ストローク？どっちします？ストローク。ストロークしましょう。あ、そうですね。前もストロークやったんで。そうですね。お、今ので一打。はい。ハンデ分ちょっとずつ取っていかないとね。三打あるから。よし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 。よし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 。3ホールに1ホール。今のはでかいよ。一打ずつ行けたらええか。よしよしよし。でもいつも撮影されるときってフルバックですか、皆さん。大体フルバックですね。そうですよね。まあ、女性がいたら、まあ、白か、色かっていうか。そうですね。うちのチャンネルめったに女性出ないんで。この間、当選された方も。ああ。うん、すごかった。ひらちゃん。かわいい。お上手でしたよね。お上手、ね。お上手です。でもなんかね、ベストスコアが。そう、なんかギャップがすごいあって。そう、100ぐらいだったっけ？そうそうそう。もっとうまそうだったんですけど。もう出ますね、みたいな感じだったんで。
やっぱその100切りとかってアプローチとかグリーン周りなんですか？うん、でもやっぱ基礎はやっぱチョロとかしないとか、そっちの方が結構大事だと思うんですけどね。あ、でもアプローチパターン上手い方はやっぱ伸びはいいですね、うん、あ、結構すぐ上手になるというか、あ、まとまるよね、ある程度、うん、確かに、まとまる、大叩きがないですもんね。チャンスログ、はい、ここはちょっと今日ちょっと前ですね、454しかないですよ。イーグルマストですね。イーグルマストやな。シェイ頼むで頼むで、任せたよ。いや、今でも惜しかったな。全然切れなかったでしょ。うん。どこ？わからんか、この木の上行ってみるわ。左の、その黄緑の木の上ぐらいでいいで。え？さん、ドローで行く。そうそう。あれ何ヤード?200ぐらい。あれ100、200ないと思います。右のさ、うん、奥の木。まあ、手前のうん。一番幹が明るい木あるやん、うん、あれ240ぐらい。了解。あれの左の木の上で真ん中に見えてる2本の木で290、うん、ああ了解。あの方向でも別にいいか、はい、最悪。まあ思い切りいくわ。思い切りが大事よ。ワンタッチ完璧や。大丈夫？全然大丈夫。全然最高か。めちゃくちゃいいとこだった。最高やな。うん、やっちゃった。やっちゃった。やっちゃったまんやな。やっちゃった。え、俺今日ちょっとドライバードロー打とうかな。調子ええわ。ナイス。合ってんねんな、多分俺、岡山と。近い方がいいかもしれない。相性いいっすね。地元近いもんな。近い。源カットでいこうか。見せないとね。左からの風やし、ちょうどいいわ。うん、見せるゴルフはなりたいよな。見せるね。やったんちゃうか。完璧や。やっぱこれ残り鬼カットした。150ぐらいいったんじゃん。あら、そう。鬼カット。マジ？ああ、いやー、やっぱ振らなあかんな。スライス振ります。はい、マジ。おー、攻めた。ショー！あんなとこ狙ってない。あー！あれ？わからん。見えんかったな。おった！任しとけ。おー、桃太郎。桃太郎がいる。今日のゆうたさん、ちゃうぞ。桃太郎感すごいぞ。どっちかというとブラックパンサーかと思ってるけど。マーベルピクチャーの。なんか。ネックレスからスーツ出てきそう。わからんやろな、誰も。わからない。ちょっとアンパイ行くよ。うん。知ってる人おらんかな。悲しいわ、ちょっと。うわ。行ったんじゃん、これ。お？どうだろう。音なし。カチャだけしか聞こえなかった。行ったっぽい。カチャ聞こえた。カチャだけ聞こえた。カチャ聞こえた？耳行ってんな、俺。大丈夫。危ないかもしれない。ここで OB だったらやばいですね。まあ、なければ、特T からです。はい。あ、はい。まあ、ゆかちゃんのがでも、あったらなんとかなる。ゆかちゃんの一瞬超えたからな。さって言って、多分、真下か、左には行ってないと思う。うん。力入るな。力入るな。なんか、もうアドバンテージだよ、やっぱりね。454で。そう。もう、ちょっと長いミドルホールって感じですね。まあでも、狭いですけどね、正直。ああ、確かに。なんか、やっぱ右、僕らの距離だったら、ちょっとでも右出たらね、突き抜けちゃうんで。そうか、そうか。こういう時って試合だったら、ドライバー持ちませんか、やっぱり。うん、なんか、時と場合によります。ああ、その、ドライバーが調子悪かったりしたら、ちょっと刻むかもしれない。なんかその時の調子に合わせて。結局、454をパー4の設定と、454をパー5の設定って、はい、攻め方変わります。いや、変わらんかもしれない。変わんないで。はい。うん、みんな、最低4っていう計算なんで。ああ、そっか。5、4になって、ここ5で取りに行ったら、多分そうか、絶対置いてかれるというか、うん。なんかその設定の差で、結構スコア変わってくるみたいですね、なんか。プロの試合で。ちょっと短いパーで。ああ、でも、そう考えちゃう人もいるかもしれないですね。その僕らは、どっちかというと、ボンちゃんが言ったような考えなんですけど。ああ、なるほどな。
なんか、だからもうパー5やったら、もう行くぞみたいな感じの人もいるかもしれないですけど、うん、別に OB 打ってもまたボギーやし、みたいな。なるほど、なるほど。ないよ。ないよ。ないよ。ライン的に、この辺ですよね。これをちょっと、猿の人に、前ぐらい登ってもらいましょうか。登ってもらう。ゆうたくんのもないか。ゆうたくんのギリギリやで。あった、ありました。よかった、フェアウェイ。助かった。頼りになりますね、今日の。今日は、今日はすごいですよ。今日の旦那さんは違うぞ。素晴らしい。珍しいですか？いやいや、最近、なんか調子いい感じ言いながら、はい、なんだかんだ、いいスコアで上がってきてるんで、大活躍ですね。しかもちょっと今日朝のボンちゃんレッスンが聞いてるみたい。多分本当に聞いてると思います。ナイス。162。190? うん。このラインはちょっと難しいなぁ。180打ったら乗ると思う。はい。私3番ウッドでいきます。うまっ。返ってこなかった。乗れ。ワンクッションか。おぉ、わお。ナイス、はい、さすがっすね。大きいぐらい？わかんない。どうだろう。綺麗に入るんやろ。全然帰ってこなかった。日本一。80。いやね、やっぱ。どうしよう。190打った方がいいよな。旦那。日本一の旦那。日本一の旦那は絶対うまい。サムネ絶対日本一の旦那で結構押した方がいい。5番アイアンでいきます。噛んだ。ちょっと足滑りましたね。滑りましたね。あ、あ、仲良し。ナイス。ご夫婦、揃って。右サイド。ありがとうございます。すいません。あ、ありがとう。はい。皆さん、僕らのさっきのティーショットね、うん、ドローとフェード、飛球線ね、ちょっと合わせて見てもらっても、ちょうどハート型になってるんで、皆さんぜひ今日は、身近な人、愛を、はい、宣言してください。よろしくお願いします。愛で地球は少しでも良くなる。24時間テレビ見たこと言う。あらす。見すぎた。サライ歌おうか？どうぞ。160。短っ。投げではなさそうやな。8で。8。8万。またハート作る、ここで。じゃあ、ボンドローで。あらす。ちょっとやりすぎ。左乗れ。大きい、うん。ナイスです。ちょっと大きいかもしれないですね。ポンちゃんがあそこやったら、あそこに俺打った方がいいんか、フェードで。ポンちゃん、あの意味いいとこ。コンセプトがおかしなってきて。うん。でも、ゴルフさんのチャンネルってそういうチャンネルっすよね。そう。ゴルフを通じて、そう。地球上に愛を少しでももたらす。そう。楽しんでいただけるよね。はい。よかった。イチャイチャチャンネルで。よかった。間違いでない。見たことないです。絶対喧嘩してるんだよ。確かに。喧嘩されてるぐらいの感じやね。確かに。逆っすね。若干喧嘩してる時あるんです。僕も8番で。はぁ、はぁ。あ、ちょっとダフった。いってやー。うん、ちょっと手前か。ダフった分、弱かった。すいません。すいません。アイアン変えたんですね。アイアン変えました。最近ですか？ゴルフさんと、の時はほんま。多分5月ぐらいですね。あ、じゃあ最近ですね。5月ぐらいに。シャフトが一緒で。シャフトは一緒で。ヘッドがめちゃくちゃちっちゃい。ちっちゃいですよね。ペラペラで。でもやっぱコントロール性はこっちの方が。そうですね。で、なんか、僕、フライヤーしすぎるのがすごい悩みやったんですけど。はいはい。それがなくなりました。あ、なるほど。これは完全に狙ってたわけじゃないんですけど。うん。そのなんか、たまたま、このアイアンの、このなんていうの。一応テストはされたんですか？打ちはしました、一回。ああ。で、まあ、めちゃくちゃ顔が気に入ったんで。で、まあ、自分が前持ってたやつが、まあ、マッスルバックまでもいかない感じやったんで、ちょっとこれの方が小ぶり、だいぶ小ぶりやったんで、これも持っといた方がいいかなって。飛距離って変わるんですか？ちょっと落ちました。あ、やっぱそうなんだ。はい。でも結局はアイアンなんか飛ばすものじゃないから。そうですね。
でもなんか僕の中でドロー打ったらまあ前の飛距離ぐらいは飛ばせるんで、なんかちょっと距離に応じてまあドロー打ったりフェード打ったりみたいなまあ状況とか、逆に飛びすぎる方がプロの方って嫌ですね。お前のアイアンやったらラフとか行ったら結構フライヤーを慎重に考えて、なるほど、160、70とかでもピッチングとか持ったりしてたんですけど、お、ゆかちゃん、ナイス。はい。あー、いや、ナイスですね。あ、ナイスオン。ありがとうございます。だから、なんか、ちょっと、前やったら、ちょっとのラフとかでもう結構、こう、フライヤーしないかなって思っても、フライヤーしすぎちゃったりしてたんですけど。え、マッスルバックの方がフライヤーしにくいんですか？いや、なんかね、それがちょっと僕わかんなくて、なんで、正直、まだ道具のことあんまめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんで。刺身さんの場合は、マッスルバックの方が、まあ、フライヤーは、あんまりしにくい。そうですね。ただ、もしかしたら、フェースとか見てもらったらわかるんですけど、ちょっとなんか、なんていうんですか、水弾くような。なるほど、なるほど。ありますね。加工のやつなんですよ。もしかしたらそれなんかな、みたいな。そういうことか。だからちょっと、前やったら朝露とかでもフライヤーしてたんですけど、それもなくなってるんで。奥深いですよね、でもゴルフ。はい。道具でだいぶ変わるから。うわ、ナイスソン。あそこから乗せてくるか。ラインが読めんな。フックかスライスまでは絞れて。それはみんな絞れてます。うん。だいたいみんな絞れてます。あと、上りか下りかまでは、なんか雰囲気スライス勝ちそうやけどな。え？スライスちょっとだけ勝ちそうやけど。でもほぼまっすぐやと思う。上りか下り？上って下り。上って下り。ほぼフラットじゃん。打っちゃって。打っちゃおうかな。打たな入らへんから。まあ、秋の。うわ、スライスや。うお、結構すね。うんご。お先。やめて。それだけやめて。そっちで行かなあかんくなるから。ありがとうございます。そっちで行かなあかんくなる。やめとく。え？やめとくか。いや、そらそうや。はい。そらそうや。うわぁ、ボンちゃんのよう曲がったなあれ。ちょっと捕まってないかな。うん、いや、でもまっすぐ向いて打ったから。え、ペラってる？うん、まっすぐ打った。そうか。途中までライン乗ってたから。普通にスライスや。やだね、入ったね。来い。来い。うわぁ。ゴ！ナイストライ。惜しい。ちょっと残ったな。大丈夫そう？むずいな。横も結構むずいな。うん。うん。まあ、寄せるだけ。はい。なんか余裕やな。余裕やな。そう。舐められてる。ペラペラ。いやいや。見てはる。気持ち悪い。気持ち悪い。正常な人おった。あ、よかった。やばいやん、これ。来た、来た。来た。うわーお耐えたー。どこ切れた最後。え、どこ行ったどこ行った、あそこ行った。いやいや、そうだけど。どの辺狙ったか。でもさっき言ったとこぐらいじゃないかな。はい。ちょっと厚めにじゃあ。うん。最後結構持ってかれたよ。ナイストライ。こっちでやった。え？マークどっちにした？右に置いてます。惜しい。オッケー。ブネーた。ブネー。オンラインだったな。うん、オッケーだって。オッケーでいいですか？オッケーです。ありがとうございます。文句なし。俺らオッケー出えへんか。なあ。いや、外すって思われてるんがなんか。なめんなよ。ペロペロ。これは外さんなあ。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。失礼いたしました。ええ。OK 出さずに。いや、申し訳ないね。あれ外したことないな、まだ。まだね。まだ。かれこれ。4月。今日は。うん、4月31日現在。外したよ、ね。今日からのカウントではまだ外したい。そう考えたら、物は言いようやな。確かにね。
本さん言い方うまいですよね。あの、間違ってないもんね。嘘じゃないもんね。間違えた。それ以前のやつやったら多分あの距離一番外してるよ。で締めか。終わりですよ、ね。あ、はい。うわ、面白。めっちゃおもろいな、この方。前からじゃ難しいかもしれないですね、ここでも結構行きそうですね、手前まで。ですね。いい当たりしたら。ほんとこの右上狙わないといけない感じ。ね、ポンさんはね。はい、ということで、2ホール終わりました。はい、いい勝負。そうですね。いい勝負になってます。はい。ハンデがね、ありがたいこと。ありがたいな、はい。面白いぐらいになってるね。たくさんあるので。いいだか。まあ、順調ちゃいます。そうっすね。お、はい、前回よりはいい、結構いい勝負になってると思います。前回大変失礼いたしました。はい。申し訳ないです。はい。で、次の動画がマイゴルフさんの配信になりますので、はい、まだチャンネル登録されてない方は概要欄貼ってますので、マイゴルフさんの方のチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いいたします。ゴルフのチャンネル登録もよろしくお願いします。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 ただなんで。はい、そうですね。そうですね。ただ、うん。はい、ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。